こうか。ちょっと久しぶりのショールームになりましたが、今日は僕はやっと君を心配できるの発売日です。そう、私は B をもらいました。ゲットしました。そう、 B にチーム警報の最強アイドルよろしくが入ってて、 A の方はチーム H の曲が入ってます。そう、皆さんも最強アイドルよろしくは聞きましたか？そう、結構前に配信した時にそれが口ずさみそうで危なかった。 CD1 枚だけ開けました。あ、じゃあ私の歌割り分かったよって方どれぐらいいますか？あ、これハンちゃんの声だ。写真はこれ、これはね、いただいたやつなんで事務所に、だから写真は入ってないです。そう、入ってないやつ、普通のやつ。そう、でも結構今日聞いたんですけど、結構耳すませればまあ簡単かな。あ、これはんちゃんってなるかも。ちゃんと耳を大きくして聞いてみてください。サビも結構私よく聞こえます。結構なんか、うん。で、他のメンバーで歌う、結構わかりやすいのが、ひなたんとかめっちゃわかる。ひなたんとかりんりんりんかとか結構わかります。さんちゃん AKB のファンミ行けなかった。そう、行けなかったんですよ。だから出張公演の福岡には行きたいなと思ってます。出張公演の福岡10月かなは行きたいなと思ってます。その時千葉恵里さんちょうど出演されるので、その時にまあ行きたいなって。そう、なんか TikTok もフォロー返ししてくださったんですよ。そう、嬉しい。もう見た瞬間なんかフォロー、お互いフォローしてたらその友達って出るんですよ。でそこに千葉恵里さんのアカウント見て友達って書いてて、えってなりました。あ、隣のトロロ、これなんだろう、これなんだろう、ダイヤ、ダイヤのクマかな。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい。あ、のんべえさん、のんべえさんもありがとうございます。クマありがとう。かわちい、ダイヤモンドにありがとうございます。
そうで、いつだっけ、9月の9日だっけに、ゆいなとわがままな流れ星をしました。そう、来てって言ってた理由がそれでした。わがままな流れ星、前からわがままな流れ星をやりたかったんですけど、でマネージャーさんにやりたいですって言ったら、そう、石松ゆいはらって書いてて、えって思って、そうそう、初めてがね、ゆいので楽しかったです。そう、コントも結構夜中に考えたんですよ。だからその結構昼より夜の方がなんか、なんて、頭冴えるじゃないですか。そうだから、そこで大王チャカチャカちゃんとか考えました。あさってもまあ来ても、まあ来た方がいいんじゃないって思います。ハンチャネルなんか動かってそう、初めてのユニットとかがね多い。そう、コントもね、みんな笑ってくださって笑ってくださって、ユイナ考えてネタは、ゆいなは髪型を決めてくれて、本当は私が考えました。そう、この2人でサイドポニーっていうのはゆいなが考えてくれました。そうで、逆上がりの全体ポジも私は新ポジでしたそう、ここでのね新ポジもちょうど重なって、そうできるかと思ったけど、できるかなって思ったけど、できました。そう、いつもくるみさんとかココちゃんがやってるとこでした。梅田さん、リボンはまだ恥ずかしく、え、全然、逆に大きいリボンが良かったです。大きいリボンでこう立たせたかったです、ちゃんとピーンって。こう立たせたかったのでよかった。わがままの流れ星、せっかくだからカルテットのいろいろな組み合わせと、確かにね、いくのちゃんとひなたん、でした。しかも逆上がり自体も1ヶ月半ぶりぐらいだったから、振りもちょっと忘れちゃっててそう、髪の毛ね、これね、今日松橋に行ったんですよ。ほら、わかる？松橋に行って、その松葉のところになんかサラサラになる櫛みたいなのがあって、そうやってみたら超サラサラになって、ここのもうね、やばか、通した瞬間にツヤツヤなって、そう、帰ってきてからまだ何も櫛通してないのにまだサラサラ、そうそう、シンクロゲームの、そう、シンクロゲームのネタは本当はなんかもうお題が野球だったから、本当にもう何も打ち合わせせずにユイナと会うかっていう
のやろうと思ったけど、それも面白いと思ったけど、逆に野球じゃなくてバレーのポーズしたらそれが揃ったらおもろいなと思って、だからもう二人でこのバレーのポーズしてそれが揃っちゃったっていう設定にしました。なんか本当にすごかった、もう串通しただけびっくり。16日のイベント券買ってありがとうございます。私は天神の方でやらせていただきます、リリーベを。リリーベ、苦闘店、うん多分大丈夫です。多分大丈夫です。そう、あとこのこれはこんな時代にも生えてるので、アイアの皆さん聞いてください、こんな時代にも生えてます。あと A の方にはのミクさんの卒業公演コンサートのドキュメンタリーが入ってて、 B はホップステップジャンプのやつが入ってます。でも私はちょっとね、ミクさんの卒業コンサートはちょっと風邪になっちゃって、そう出れなかったんですけど、ちゃんとホップステップジャンプは出させていただいてるので、映ってるかな、多分今日の夜見ると思います。で映ってたら、まあ、映ってるよって。おすすめは B ですね。そう、ミクさんの卒業コンサートはその前日のリハまではできてたんですけど、その時からちょっときついなと思ってて、それでその一回寝て起きたらわーってなって、でその時その時に、その前日のリハのね時に、私がきつすぎたのか知らないけど、そのソファーがあったので、ソファーでこうね、ちょっとかーってきついなって思ってたんですよ。そしたらマネージャーさんから、はんちゃんその時も本当に顔が赤かったよって言われて、真っ赤になってもうこう寝てたらしいです。そう出たかったけど、チャットのポストカード出て、あ、よかった、そう書きました、あれ、そう本当に健康第一。そうで一回ちょっと熱出ちゃってたから一旦病院に行ったんですね。で病院に行ったら、あれって何、なんか何検査してもどこも悪くないんですよ。でどこも悪くなくて、え、どこも悪くなくて熱出るってと思って、 そしたらレントゲン撮ったんですよ、一旦ね。一旦レントゲン撮ったらそう、初めてレントゲン撮ったら、その病院の人に、ヤラさん肺1個潰れてますねって言われてそう、なんかいい子、私潰れてたらしいんですよ。今もう戻ったけど、なんかで肺が
やらそう潰れてますねって言われて、そう薬飲んでちゃんとあの呼吸もねちゃんとしてって言って、そうそのもう本当にそう入院まではなかったんですけど、その家でちゃんと安静にしてって言われて、全然呼吸辛くも何もなかったんですけど、そう肺潰れてましたその時は。そうびっくりしました、もうその時それ治るの治るかなみたいな思ったけど治りました。なんかなんだっけ、マイコプラズマだったらしいです。でなんか伊原さんの年でそう肺潰れる方はあまり見ないのでって言われて、そう言われたら逆になんか怖くなるじゃん。そうだからもうその時はもう涙目なりながら聞いてました。そうマジで本当に先生めっちゃ怖いこと言うやん、この年でこんな若くてって言われて、7期生で仲良くなった、7期生で7期生ではでもあんまり合わないんだよね。リハ期間は合ってたんですよ、なってたけど、なんかめっちゃ話すって子は今なんか、ま、でもあの誰だっけ、片平さらちゃんがその話しかけてくれて、なんかはんちゃんさんって呼んでもいいですかって言われて、そうすいませんってとことか歩いてきて、あのはんなさんのことをはんちゃんさんって呼んでもいいですかって言われて初めてハンちゃんさん指の7期生ができました。ハンちゃんさんって呼ばれてました。そうハンチャカさんじゃなくてそうまさかのハンちゃんさん、そういつもハンちゃんさんとかハンナさんとかなんですよ。そうびっくりした、ハンちゃんさん。そうだからなんか一緒に車両乗った時があって、私がその時あのお仕事のね帰りだったからちょっと眠たくて寝てたんですよ、こうやって寝てたら隣がサラタンだったんですよ。そしたらトントンって、ハンちゃんさん着きましたって言ってそうそうなんかバスガイドの方みたいな感じで、ハンちゃんさん着きましたそうめっちゃ面白かった。伊原さんはねいない、ハンナさんだね。でもね、イクノちゃんがめっちゃ七期生と仲いいんですよ。そうイクノちゃんとひなたんがすごい七期生と仲いいです。ゆいなはあのまだ人見知り発動です、まだ。ゆいなはまだ人見知り発動。おやさまです、おやさまって感じ。今日ルグハンはでもまだ分かんない、でもなんだろう、でも意外とまだお腹いっぱいなんですよ、からまあコーンサラダでいいかなみたいな感じ。
リレー配信、あ、そう、リレー配信あります。私もこう日にち言っていいやつっけ、言っていいやつ、私は21日の8時から20時だった気がします。20時からだった気がします。です。21日の20時からです。土曜日です。皆さん見てください。お願いします。一人で配信ぜひ見に来てください。一人でご飯した時、一人でご飯した時はあのまだ食べていい、まだ白ご飯食べていい時間だったので、白ご飯ととんかつを食べに行きました。一人で。あのココッペの次に配信、ココッペは7時からで、私が8時から。久しぶりに揚げ物食べて感動しましたもん。そうで、とんかつ食べて帰りました。そう、一人で頬張ってました。しかもちゃんと一人席ちゃんと一人席。でもね、意外とね、一人でご飯結構行ってるんですよ。前もなんかカフェでなんかオムライス食べました。そう、ちゃんとね、ちょっと恥ずかしいので、やっぱ帽子をかぶって、あのエアポッツをつけて曲を聴きながら食べてます。やっぱね、あの気まずいので。ラーメンはあんま、なんかね、ラーメン、一人ラーメン食べたことないね、まだ。こいつ食べた時何から、何からだっけ。でもなんかあのパリパリチキンカレーのにほうれん草をトッピングしました。でもめっちゃ辛かった。なんか何からとか何もなんかカスタマイズっていうのしてないし、してないのになんかめっちゃ辛かった。それでチャットにあの昨日のね服装の全身写真載せたんですけど、それもちょっとこっちに人歩いてきたんですよ。だからもうカシャって言ってもう帰りました。とか、そう、写真撮りたいときは一旦人が通るまで電話するふりするんですよ。こうやって電話するふりして、で通り終わったら撮るみたいな。そう、一旦電話するふりします。そのカメラもスタンバイしといて、カメラのこうして押したらもいいね、カシャって。自撮りとかもそう、一旦電話してるふりします。辛い食べ物はあん、でもキムチは好きです。キムチは食べる。だから豚キムチとか
めっちゃ好きですとか、納豆キムチとかめっちゃ好き。そう、朝は朝納豆食べるのあんまあれだけど、朝は結構がっつり食べます。朝昼結構食べて夜ちょっとみたいな。納豆カレー、そう納豆カレーさ、めっちゃ気になるんだけど、美味しいんかなあれ。気になる。早くドキュメンタリー見たい。ホッピーステップジャンプの変わった納豆の食べ方は、でも納豆私普通に食べるか納豆キムチしかないんですよまだ。だから納豆カレー、カレー納豆、納豆カレーがめっちゃ気になってる。合うのって。食べ物柚子胡椒いっぱい入れる、入れないかも、あんまり。うん、だから何もつけない時とか。でもな、でもさ、なんかなんだっけ、納豆卵が卵焼き納豆みたいなあるよね。納豆ご飯なしでそのまま、あります、納豆だけもあります、具だけとかもある。私が好きな卵、納豆を紹介しますね。卵ん、タレたっぷり卵醤油タレ、タレたっぷり卵醤油なんちゃら、なんだっけ、タレたっぷり卵醤油だれ、まあわかると思います。タレたっぷりの卵のやつ、なんていうのあれタレたっぷり卵醤油だれ、納豆です、納豆。あれが一番好き。で、前に「最強アイドルよろしく」のその振り入れがあったんですけど、もうね、一番で「はあはあ、はい2番来た」って、そうで、私2番の振り付け大好きです、本当に。もうなんかずっと「はあ」ってなるから面白くて、そう本当に。皆さんも踊ってください、披露したら。あ、それ金の粒、タレたっぷり卵醤油だれが好き。あれが超うまい。でも振付師の方が本当に面白くて、そうめっちゃ面白かった。一人でも、でも歌詞がすごいんですよ。ドームツアーとか紅白とか、私が楽しかったのは「はい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 」の感想のとこが
面白い。でもロンリーはすごいかっこいい曲。納豆チャーハン作ったことないです。納豆チャーハンないな。でも納豆チャーハンってさ、そのチャーハン入れ作ってその上に納豆ってことか。美味しいんかな。7時半ぐらいまでやります。知らねえなんて。そう、あとオンライン握手会が11月30日の3部4部のが残りわずかが出ました。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。皆さんオンラインでもいろんなとこで話しましょう。そう、本当にオンラインね、オンラインだからいろんなさところでもスマホあればさできるじゃん。そうだからもう、はんちゃん今どこどこだよとか言って、すごいもう周りの景色がすごい方もいて楽しいです。ありがとうございます。楽しみにしてます。あ、サトシクマありがとうございます。ダイヤモンドクマありがとうございます。ありがとう、かわいい、ありがとうございます。カレー屋さんで、あ、ありです、ありです。ココイチとかでね、皆さんやってください。はんちゃん今からパリパリカレーのほうれん草トッピング食べますって言ってそう、ちゃんとね、皆さん私のオンラインで食レポとかいろいろねしてくださいとか、お芋スイーツ食べながらとかでもいいですしそう、ぜひぜひ。まあね、お話し会でもハイタッチ会でもね、服装を楽しみにしてください。もう形っていうかこれ着ようかなっていうのはあります。楽しみにしてください。お芋スイーツにお気に入り、スイーツじゃないけど私はあの一番大好きなのがそのギリシャヨーグルトにグラゴロのグラゴロのお芋をかけて食べるの本当にうまいの。もうあの美味しいし、それはなんか紫芋のチ、紫芋チップスと普通のお芋チップスとお芋のクッキー、ちっちゃいクッキーとお芋ボールみたいないろんなのが入ってて、ギリシャヨーグルトにあれそれをかけて蜂蜜をかけるのがすごい美味しいので皆さん食べてみてください。もう私のお気に入りはクッキーです。その中に入ってるちっちゃいクッキーがお気に入りです。そればっか食べてそればっかなくなる。本当にね定番化してほしいぐらい美味しい。納豆チャーハン美味しいんだ。今度やってみようかな。まあ水曜日に、今日水曜日だけど、まあ今日はお腹いっぱいなので、あ、今度やってみます。やったら写真載せます。
そう、でもこの前フレンチトーストを作ったんですよ。フレンチトーストを作ったのをそうチャットに載せて、なんか最近そうなんか作りたくなるんですよ。そうだからなんか簡単なお芋のなんかスイートポテトの作り方をインスタで見たので、まあ今度作ってみたいなって思ってます。作りたい。料理皆さんなんかまあテンションあります。あーやめんどくさいなーっていう時もありますあ今日作ってみようっていう時と、あー今日はいいやみたいな日はあります。だんだんね女子力アップしてます。あ博多誕生会のあれ写真届く予定で、おメッセージ書いたんで楽しみにしててください。書きました。お楽しみに。そう、あそう私がね昨日マシガーの撮影をしてきたので、皆さんぜひ乗った時は見てください。本当にあの変な汗が出るぐらいやばかったので、あのそうやばかったので皆さんもう見てください。あの編集に編集任せてくださいって言ってくださったので、本当にずっとドキドキして変な汗が出そうでした。本当にで TikTok もまた載せようと思うので、見てください。ちょっとねやりたい曲が見つかったので、 HKT48 チャットポストカード出てありがとう、よかったありがとうございます。読んでください、いっぱい。しかもメンバーもね結構おーってなりそうな方たちとやったので、本当に韓国語、韓国、そうザワちゃんがね韓国語クイズやってるやつも載ってるので、今見てない方はぜひトトチじゃないマッシが見てください。ぜひやってみたい曲、やってほしい曲とかあったらね TikTok のなんか載せてください。ハッシュタグキズナ48メールか覚えます。 KB挨拶回りどうえ本当に可愛かったです。本当にしかも HKT の曲も何曲かやってくださってて、あのかすみちゃんが最高かよの最高かよとかチャッシーさんのねとこやってらっしゃってめっちゃかっこよかった。でかすみさん、かすみちゃんがあの X もねフォローしてくださって、インスタもフォローしてくださってめっちゃ楽しかった。
でね、 TikTok もそのダンス動画もまあやりたいなって思って、皆さん X フォローしてない方はぜひフォローしてください、お願いします。あんちゃんの TikTok 投稿最近楽しみ、ありがとうございます、頑張ります。で私もそう千葉エリーさんのと YouTube のなんかメイク動画みたいなの見て、あの青いスタジオね使ってらっしゃったんですよ。だから私もジルであの青いスタジオ買いました。そう、それを初めて使った日は9月9日のわがままの流れ星の時でした。そうファミ行きたかった、X のフォロワーは5000人行きたいなって思ってるので、皆さんぜひフォローお願いします。それで、あの私がジルのその下地塗りすぎて、で私肌がねちょっともともと色黒なので白くしたいんですよ。で白くしたいからその下地もファンデーションもちょっと白めのやつを使って、パウダーも白を使ってるんですよそしたらこの前塗りすぎちゃって、そう塗りすぎちゃってなんかコウメ太夫さんみたいになって、そう石尾さんにめっちゃ笑われました。ハンチは何それみたいなそうだからティッシュオフしてなんとか、本当にやばかった。もうね首との色がやばくて本当にやばかった。しかもその時リップも塗ってなくて血色もないし顔も白いしみたいな、だからメイクさんにねぼかしてもらいました。ちゃんとそう意外とさ DMM で写ったらさなんか実際見るよりちょっとなんか黒く見えるんですよ、私はねそう思うんですけど、そうだからちょっと白目に塗った方がいいなと思って、だから自分が思うより白くしたらそうなりました。だからこう手の色とこうしたらもうやばかった。そうしかもファンデーションも新しいやつを買ったので、ゆりちゃんたちが使ってるクッションファンデめちゃくちゃ、そうなの。でも私もうねファンデーションね新しいの買っちゃったから、なくなったら使ってみようか。皆さんこれ買ってくださいぜひ。これの通常版にはあのオンライン握手会とかいけるやつがある、加入してる、そうなんか加入っていうかあの HKT 入ってお披露目の時とかあのもう歯も出っ歯だし顔も黒いし前髪も何もしてないし、そう本当にやばかったです。しかもめっちゃな声高かったです。なんかしかもお披露目の時は絆でつながるって言ってるのに、今は絆でつないだが正解なんですけど、お披露目の時緊張しすぎて絆でつないだみんなの愛みたいな、やばかった。絆でつないだん絆でつないだ、うん
そうで最近小田さんとね連絡してて、そう小田さんのその T シャツめっちゃ可愛いじゃないですか。そうだからそれ買いたいなと思って、小田さんにあのどこで買えますかって聞いたんですよ、連絡して。そしたらここで買えるよって言ってリンクいただいたんですよ。そしたらなんか今度会ったらいろいろ渡したいって言ってくださって、そうだからまた会う約束、日にちは決まってないけどしました。そう絵が本当に可愛いじゃないですか。本当に私が誕生日の時に小田さんがその似顔絵、私の似顔絵を描いてくださったんですよ。そうおめでとうって言って、そうだからそれ保存して、パパが隣でおそれもパパ欲しいわとか言ってパパに送ったら、ずっとそれをホーム画面にしてるんですよ、スマホの。そうあそれあのパパにも送っといて、で送って何するんやろと思って送ったらホーム画面にしてました。そうだからユニクロの T シャツめっちゃ可愛いので欲しいなって思いました。もちろんツイッターのヘッダー書いてもらう、いいな。待って、句読点？句読点？あ、うん？句読点。あ、句読点とあとなんだっけもう一個。私がさ MC で言ってたやつ。句読点と。なんだっけ、濁点ね、濁点がなんだっけ、点々だっけ、道に点々、道じゃない、道ちゃう、母に点々とかそういうのが濁点か、句読点が丸とか、学びました。むず。最近ね、なんか氷作るの好きなんですよ。丸いやつ、丸い、見えない？ほら、ちょっと見える？こう丸い、なんだろう、これか。なんか丸いね、氷作るの好きなんです。あ、これで見えるんじゃない？丸い、氷作るのハマってて、いろんな形の氷作ってます。なんかちっちゃい氷とか、クマの形の氷とか、どうせ溶けるんですけど、まあくり抜いた時のはぁっていうのが楽しいだけです。うん、見えるんじゃない？これこの丸いやつを作るのが楽しいです。氷です。
だからなんかチョコとかさ、チョコ流し込んでチョコをくりってくってするやつあるやん。それでも氷を作ります。寒い。ハンチャカチルドレンって誰かメンバーいる？ハンチャカチルドレンはいません、いません。ないです。でも昨日そのマシガの撮影してて終わって帰ろうと思った時に堤風花ちゃんがね、昨日前座だったから、そしたらハンナさんって言われて、なんかなと思ったら、ハンナさん私のお弁当選んでくださいって言われて、えお弁当って、え何が好きなのって聞いたら、いやどれでもいいですみたいな、あじゃあこれで、あありがとうございます、いただきますとか言って、私が買ったお弁当買った人みたいになって、そう、なんか私が選びました。私が、えガッツリ系、あえハンバーグ好き、あハンバーグ好き、あじゃあハンバーグって。すみひゅうがちゃんがね言ってきます。そう、なんで私が選んだかなんかは分かんないけど、とかリハ期間にお昼休憩があって、コンサートをね定期期間があって、石井彩音ちゃんがいたんですけど、でゆいなと私2人でお弁当こう食べてたんですよ。そしたら急に石井彩音ちゃん、石井彩音ちゃんがどこどこどこって来て、なんだろうと思ったら、ゆいなさん、ゆいなさん嫌いな食べ物ないですかって言って、ゆいなが、あないないないとか言って、え好きな食べ物ありますかって言ったら、いや大丈夫食べなとか言って、ゆいな言ってたら、あゆいなさん偉いですね、好き嫌いなくてって言って、そうゆいななんか石彩音ちゃんに褒められてました。おゆいなさんすごいですね、好き嫌いなくて。それもいいな、もう縮こまって800円です。そうゆいな、ね、嫌いな食べ物ありますか、ないですと。そう偉いですねって、言うな好き嫌い悪い、ね、なんか野菜とか、しあねちゃんくせ者だし、でもなんかすごい面白かった。あじゃあ好き嫌い多いね、ないです、もう全部大好き、あ面白い。全部好きです。こっち見てくれ、やった、やってないです。そうでもね、あのコンサートの昼は文化祭ってことで、皆さん、あ昼暖かと言いますか、昼
昼は文化祭で、夜が花さんの卒業コンサートなんですけど、お、ヒリアル行くよって方もいる。お、亀子の方いっぱい撮ってください、お願いします。夜もいっぱい撮ってください。本当に面白い人撮りになってるので、夜の亀子席外れたの、まあ昼いっぱい撮ってください、お願いします。そうで、あのオーガスの時の亀子もね、まあ載せてくださる方もいてありがとうございます。嬉しいです。もうね、暑くてヨガしたんだけど、もう汗やばかったです。もう前髪へばりついてたもん、おでこに。そろそろ寒いのでランキング見ます。13位よしありがとうございます。12位やすさんありがとうございます。11位つかささんありがとうございます。10位タカさんありがとうございます。9位、アスカさんありがとうございます。8位ホリエモンさんありがとう、ん ?9 位アスカさんありがとうございます。8位ホリエモンさんありがとうございます。7位コウタンさんありがとうございます。6位コテッチありがとうございます。5位ハヤッターさんありがとうございます。4位マサマスさんありがとうございます。3位サトシさんありがとうございます。2位隣のトロさんありがとうございます。そして1位はアンチャカチャノンベイさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。それではハイタッチ会とオンライン握手会もぜひ来てください。それではバイバーイ。